実は僕には小説の構想がある。異世界に転生した平凡な主人公、過激描写多めだから発禁になるかもな。これはヒロインのキャラデザ。頭の中の虫がうるさい。熱はないみたいね。一応1時間休んでく？え、山田？いや、待って。今は休んで。待てよ。今のこの状況、もしや殺害のチャンス？死体のように肌が白いな。彫刻のようでいながら、とても柔らかそう。知らない人が見てると思ったけど。頭の中、いや、頭痛があれで。そっちは？食あたりかな。お？これ、薬。頭痛にも効くんだよ。ありがとう。しょうがないよな。薬飲まなきゃいけないし。行かなきゃ。必然性のないことはしない。それがポリシーだ。ん？ジョージの上着忘れてる。だが無意識に手が静まれ、僕の左手。